4年月オシカ半島暴走半島及び伊豆下田などにロシア帝国の探検船が来航した事件であるアメリカ合衆国の黒船による海域の黒船来航に114年先立ついわゆる鎖国旗における江戸幕府とロシア帝国との初めての接触であった本港における日付は日本側は上京歴ロシア側は ユリウス歴によるものであり、現行のグレゴリオ歴とは異なる。ビットスベーリングロシア帝国は16世紀末のロマノフ朝成立前後から、盛んに東方への勢力慎長を図り、シベリア伊東方面へ進出した。ピョートル大帝は日本へも、大いに関心を持ち、1695年にカムチャツカに漂流した、日本人連米に越見を許し、1705年には、 首都サンクトペテルブルクに日本語学校を開設して、デンベイをその教師とした。また、ピョートルの命により、デンマーク出身で、ロシア海軍対イ,イビトスベーリング率いる探検隊が組織され、ピョートル没後の1727年にオホーツクに到着、翌年末、 カムチャツカ半島から北上し、ユーラシア大陸とアメリカ大陸との間の海峡を通過して、陸続きではないことを確認するなどの成果を上げていた。1733年にはベーリングは第二次探検隊を組織。北平経由で日本へ交通路を開くための地図を作成する計画を立案する。日本への航路の探検及び日本の調査のため、 文献隊長として、同じく、デンマーク出身のマルティン・シュパンベルクを任命した。1738年6月18日、シュパンベルクは、ミハイル号、ナデジラ号、ガブリール号の三隻150人からなる戦団で、オホーツクから出港したが、食料不足により、一旦8月17日に、カムチャツカ半島西岸のボリシェレツクへ引き返した。翌年改めて、 日本への探検を主目的とした第二次航海が行われることになり、一隻を追加して5月21日にボリシェレツクを出港。南へ進路を取り、4日後には千島列島を通過。その後も南下を継続するが、6月14日にノームによりガブリール号が先端から離れ、またウォールトン隊率いるナデジダ号も何らかの理由によって別行動を取ることになる。 徳川吉宗寛営年間のいわゆる鎖国体制の完成により、長崎、津島、薩摩、正樹の4つの口を通じて行う名、オランダ、李氏朝鮮、琉球との交渉を例外として、日本は外国と通行することはなくなり、日本人、外国人ともに出入国に厳しい制限が設けられた。当初は、 必ずしも、永続的な法制として整備されたわけではないが、鎖国開始以来約1世紀を経た18世紀前半には、体制の状態下により、鎖国イコール双法官が形成され、異国情勢に関する情報もオランダ風雪諸島、江戸幕府上層部のみが得る、限られたもののみとなっていた。18世紀初頭に来日した、イタリア人宣教師、ジョバンニシドッチを尋問した。 新井白石の西洋気分をほとんどルフすることはなかった。しかし、紀州藩主から八大将軍に就任し教法の改革を行った徳川吉宗は異国情報にも大きな関心を持ち、また実学を尊重する気風から漢訳要所の輸入禁止を緩和して西洋情報の入手を積極的に行った。これが後に蘭学の発展につながっている。 一方、日本近海に出没する異国船に関しては、強法2年12月1日に、黒田信正、小笠原忠夫、毛利元則に、領海内での異国船を追舞したことを称し、引き続き警戒を続けるよう命じ、同月末には、異国船と、日本商人との密貿易を断固阻止するよう、命ずるなど、異国船追舞の方針を取った。ね、松平忠夫、 松浦厚信など、他の北部九州諸藩にも、同様の通達を行っていた。原文4年5月19日、仙台藩領の道のく国元吉軍気仙沼で、異国船の目撃情報があった。さらに4日後の23日に、お鹿半島沖の仙台湾に浮かぶ、網地島にも2隻の異国船が出現した。これが、上記のシュパンベルク船体である。十五日には、 はぐれていたガブリール号と合流し、道の区国あたり軍荒浜で3隻が目撃されている。また同日には、仙台藩領から遠く離れた、抗議五領安防国調教軍天神村にも異国船が現れた。これは別行動をとっていたナデジダ号であった。ロシア船員はそれぞれ上陸し、住民との間で銀貨と野菜や魚、タバコなどを交換した。 同月28日には、伊豆国下郡下田でも異国船が目撃された。その後ロシア船団は、北緯33度30分まで南下し、ボリシェレツク駅等した。別動隊のオールトン船も8月21日に、オホーツクへ到着。シュパンベルク隊による日本探検はひとまず終了した。この間の両国接触に関しては、 ロシア側の公開日誌に詳細な記述が残され、また日本側の資料としては、当時の雑説をまとめた原文施説,説雑録に収められている。日本側では来航した異国船に対して、従来吉宗が定めていた強行手段を取らず、まずその正体を探ることを優先した。幕府は異国船が去った後、現地住民が船員から入手した銀貨、 紙札を長崎で江島のカピタンに紹介した。その結果、紙札は掛けごとに用いるカルタであること、及び銀貨がロシア帝国の通貨であることが確認され、先の黒船がロシアによるものであることが判明した。これが日本政府がロシア帝国の存在を公的に認識した発令であり、後の加盟年間にそれまでの外交文書をまとめた書である。 通行一覧では、ロシア国のこと、我が国において、初めて聞こえしは原文4年期の都羊、某州欧州の貧海へムスコビアの船を往来し、都民へ銀船を与えしをって、初とすべきかとある。原文の黒船騒動で、初めての接触を経た、日露両国であったが、チュプカ諸島では、チシマアイヌ居住地に、ロシア側の商人、海軍が、 じわじわとその勢力を伸長していった。1753年には日本語学校の日本人教授を大幅に増やしてイルクーツクに移転。これらの動きはエゾチアイヌに影響を持っていたマサキハンの警戒を招いた。しかし、エゾチ収益の独占を図るマサキハンは、 道外やは人地からのエゾ地への訪問を制限しており、日本人にとって、エゾ、ロシアに関する知識は極めて限られたものとなった。このような中、仙台藩の藩に、工藤平助が、ロシア研究所である赤エゾ風雪校を著述。時の政治改革を主導していた田沼奥次も、関心を抱き、もがみ徳内らを派遣し、エゾ地調査や、 振動解策などを開始したが、間もなく、田沼が失脚したため、尻すぼみとなった。1793年のエカチェリーナ2世の時代には、日本人漂流者で、ロシアで保護されていた、大黒やコーダユーラ3名の総監と、通商開始交渉のため、アダムラクスマンの施設が根室に来航したが、田沼のご政権を握った。 松平貞信らは漂流民の受け取りのみで通称は、カタクナに拒否して、長崎開港を指示したため、ラクスマンはそのままオホーツクへ寄港した。その後も1804年に、ニコライ・レザノフが同様に漂流者ツタユーラ4名の、送還のため長崎へ来港した後、通称を拒否された報復で、カラフトとエトロフ島を襲撃する事件、1811年には、 五郎に事件が起きるなど正式な国交がないまま、両国は緊張を続けた。1853年の米国による加盟の黒船来航と同時期にエフィムプチャーチン率いるロシア施設が日本へ来航。同年、カラフトへのロシアの侵入が始まるが、交渉の末、1855年にチロワ新条約が締結され、ようやく国交が成立する。 1858年の日露修行通商条約、1875年のカラフト、千島交換条約により、両国関係はようやく安定することとなった。釜石志し原文4年。ありがとうございます。